ガラス張りの回廊に色鮮やかな壁画が描かれた鳥取県日南町総合文化センター。この壁画は大山町の画家朝倉浩平さんが日南町の自然と子どもたちをテーマに制作したものです。壁画には町内の子どもたちのアイデアを取り入れ、町民延べ200人以上が制作にも加わって完成させました。いろんな方の筆跡というものが見えます。どんな人が塗ったのであろうっていうのを想像していただくと、制作の風景などが広がっていくと思うので、そちらも見どころになっております。なお、この壁画は日南町総合文化センターでこれから1年間鑑賞することができます。